どうも、名人です。今日はメイドイン俺でゲームを作ってきました。とにかく連射させようと思ったんですよ。逃げ回るアイテムをもう叩いて消してってもらおうと。ふと起きた瞬間に、あ、そうだ、なんか爆弾逃がして撃とうかなという感じでひらめいて、でもゲームってそんなもんですよ。長いこと考えてるゲームってね、やっぱり面白くなくなったりするんで、一瞬のひらめきで作った方がね、面白かったりするんですよね。あ、はい、わかりました。私、絵ってね、非常に苦手なんですよ。で、丸く描いて、で、丸いだけだと、なんかおかしいな、ということで、こう、紐付けて、やったら、あ、これ爆弾にしたら一番簡単でいいやと思って作っちゃったんですね。で、丸描いて、ピュッピュッ、で、白く塗って、みたいな、すいません、手抜きです。メロディーラインを最初入れてったんですけど、やっぱ緊迫感が出なかったんですよ。それで、連続の音で、最初下から、まあ、音階が上がっていく音を足していって、で、途中から落ちていく音を足すと、不安感が出るんじゃないかなと思って。だから、音はね、いい感じだと思いますよ。一番重要なのは、やっぱりタイトルの付け方ですね。一行、一瞬に読ませて、何をさせる、それを一瞬に思わせられるかどうか。これがですね、このゲームへの引きじゃないかなと思います。爆弾を撃てです。あ、じゃあ消せだ、爆弾を消せです。まあ、分かりやすいのが一番ですよ。ぜひ挑戦してハイスコア目指してください。名人でした。